小林正夫君国民民主党新緑部会の小林正夫です法案の質問の前に無料通信アプリの LINE に関わる質問をいたします先月無料通信アプリ大手 LINE が十分な説明がないまま利用者の個人情報などを中国からアクセスできる状態にしていた問題が明らかになりましたで金融庁は 金融機関のの情報管理体制の一斉点検を始めたますまた、高齢者向けの新型コロナウイルスワクチン接種の、えー、接種について予約受付をめぐって、電話やホームページの受付のほかに、LINE での受付も行われていて、LINE によると、全国のおよそ200の自治体が当初、利用する予定で準備を進めていたが、 サービスの運用を見合わせるる動きもあると報道されていますそこでお聞きしますけれども、LINE を利用している人は八6 0 0万人とも言われておって、また組織としても利用されていると承知をしています。利用の個人情報などを中国からアクセスできる状態にしていたことに、社会に不安が広がって、混乱を招いていると、私、このように受け止めていますで。今回の問題に対して 4月19日昨日です昨日に LINE 株式会社より、総務省は問題の経,経緯やセキュリティ対策について報告を受けると、もうこのように私、聞いておりますけれども、その内容はどのようなものだったのか、また報告を受けて総務省はどのような対応を講じるんでしょうか、確認いたします武田総務大臣。えー、お尋ねの件でありますけれども、中国を拠点とする関連会社から、 日本国内のサーバーにある利用者の個人情報等へのアクセスが可能となっていた事案に関して、先月19日に総務省より LINE 社に対して、電気通信事業法に基づく報告を求めていたものであります。昨日、同社より通信の秘密の保護等に関わる支障の発生の有無、通信の秘密の保護等のために必要な体制の確保状況、 また利用者への説明および周知の予定などについて、担当部局が報告を受けたところであり、現在、同部局において内容を精査しているところであります。この結果を踏まえて、法令に基づき、必要な対応を速やかに取ってまいりたいと考えております、はい、小林正夫君。分かりました、その結果については、また報告いただけるものと、まあ、このように承知をしております。 で総務省で LINE を使用している業務はあるんでしょうか、あるとすれば、その業務に対してどういうふうに対応していこうと考えているんでしょうか田原サイバーセキュリティ統括官。お答え申し上げます。総務省では、採用活動、意見募集、問い合わせ対応、応募受付の業務において LINE を利用していたところでございますけれども、先般の一連の報道等を受けまして、現在は利用を停止しているところでございます。 小林正夫君、はい、えー、今後の総務省の動きも注視をしていきたいと思います。えっ、ー、と今日は、えー、サイバーセキュリティ統括官の田原さんにお越しいただきました。あのこの案件とは別なんですが、今日の朝のニュースを少し取り上げます。で今日の朝のニュースを見てると。 と、た大,大規模なサーバー攻撃を中国人民解放軍からの指示。まあ、ジャフさんなど、まあ、こういうところが受けていたというような報道がありました。この報道は、の事実関係はどうなっているか、分かれば教えてください。田原統括官。お答え申し上げます。 えと今朝ほど、まあ、NHK のニュースかと思いますけれども、そのような報道があったということは承知しております。あのしかしながら、あの私ども、務省といたしまして、この事案の詳細についてはあの把握していない、承知していないところでございます小林正夫君。はい、えー、分かりました。あの来週に、えー、デジタル関連法案の連合審査があると、まあ、このように聞いておりますので、えー、その場面で、 改めて事実関係を確認して、まあ、政府としてサイバー攻撃に対してどういう対応をしていくのか、確認をしたいと思います。ありがとうございました。それでは法案について質問をいたします。まず大臣にお聞きをいたしますけれども、通信事業の発展は珍ましいものがあると、このように私は思います。それで、プロバイダー責任制限法が2001年に制定されてから20年です。 当時の通信システムと今日の通信システムの違いを大臣はどのように捉えているのか、併せて今回の改正が必要になった要因は何なのか、改めてお聞きします武田総務大臣。プロバイダー責任制限法が施行された20年前のネット利用については、パソコンを通じた電子掲示板の利用が中心でありましたが、最近はスマートフォンを通じた SNS の利用が中心となっており、 まさに誰もが気楽に気軽に SNS 上で情報をやり取りする時代となっておりますこうした環境の中近年 SNS 上での権利侵害が顕在化しており裁判上で争われる発信者情報開示の件数も増加しておりますこうした状況を受け今般簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続きを創設するとともに SNS に対応した開示請求制度を追加する等の改正を行うこととしたものであります。小林正夫君。はい。参考人にお聞きします。この20年間に誹謗中傷等による損害賠償請求が発生した件数は何件あるのか、法務省にお聞きいたします。法務省大臣官房同僚の審議官、お答えいたします。 最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件累計ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には、損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。 最も実務上、損害賠償請求訴訟には多種多様なものがございますが、これらの損害賠償請求訴訟の内訳まで逐一統計を取ることは困難な面があり、実際上も誹謗中傷等による損害賠償請求訴訟の事件数の統計は取られていないと聞いているところでございます。そそののたため法務省とといいいいしししままててはは事件数は把握していないところでございます小林夫君 えと次にに総務省にお聞きします損害賠償請求には至っていないものの SN、SNS 事業者や通信事業者に対して、開示請求がなされた件数は何件あるんでしょうか竹内総合通信基盤局長、はい、発信者情報開示請求の件数について、網羅的には把握しておりませんが、総務省が行いました国内のプロバイダーに対するアンケート調査では、 令和,元令和元年度におきまして、約2500件の開示請求がなされております小林正夫君、はいえー。法務省は、件数については把握していないということがありましたけれども、私、相当な件数がこれ、あるんじゃないかというふうに思います。そこで大臣にお尋ねしますけれども、まあ、20年間も今回の趣旨を目的してきた法改正がしなかった、法改正をしなかった。 これはなぜなんでしょうか武田総務大臣平成14年の本法の施行以降、総務省としてはこれまでも情報通信技術の進展等を踏まえて、類似にわたりこの法律に基づく省令を改正しており、例えば平成23年には SIM カード識別番号を、令和2年には発信者の電話番号を発信者情報に追加し、 開示範囲をを拡大するななど適切な対応を図ってきたところであります他方今回の法改正については、スマートフォンを通じた SNS 等の利用の拡大や、裁判上で争われる発信者情報開示の件数の増加といった状況の変化が生じたため、現行の訴訟よりも、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続きを創設する等の、 改正を行うこととしたものであります小林正夫君はい次にお聞きします参考人にお聞きします改正後の手続きと現行手続きとの比較をするとどの程度解決までに要する時間が短縮できると考えているんでしょうか竹内局長はい、えー、今般、えー、創設いたします新たな裁判手続きにつきましては まあ、全く新たな手続きであるということと、それから、まあ、あの個別の事案によってです、ね、状況も異なるということから、一概にお答えするのは難しいということでございます。ただですね、まあ、従来、2段階の手続きが必要であったものが、一本化されるということに伴いまして、一定程度の期間短縮が図られるものと想定されます。まあ、現在、2段階の手続き、合計いたしますと、1年程度かか、1年以上かかるものもございますけれども、まあ、これが、えー、施行後はですね、 手続きの一本化によりまして、例えば数ヶ月から6ヶ月程度で開示が可能になることを期待したいと考えております小林夫君、はいえー、と被災者救済には SN、SNS 事業者や通信事業者の協力が不可欠であると、このように思います。しかしながら、事業者によっては協力に消極的な事業者もいるかもしれないと私は思いますそこで3点質問をいたします。 総務省は SNS 事業者や通信事業者に対して、どのような働きかけや本・法案・改正の趣旨説明を実施していこうとしているのか、2つ目、また協力しない事業者が生じた場合にはどのように対処をしていくのか、3つ目、改正案第8条に発信者情報開示命令が定められておりますけれども、 開示関係役務提供者が命令に従わなかった場合に罰則はあるんでしょうかこの3点についてお聞きいたします竹内局長はいお答えいたしますまず1点目につきましては本法の検討にあたりまして えー、まず研究会を昨年開催をいたしました。その研究会の検討過程におきましては、関係事業者団体などと意見交換の機会を適宜設け、昨年12月の最終取りまとめ後には、各地方総合通信局等を通じまして、本改正案の内容および関連する取り組みにつきまして、事業者等への情報提供を実施するなどしてきてございます。もとより本法案の成立を認めいたただきまし 策定などに向けまして、機会を捉えて、事業者などに対し、本制度のさらなる周知に努めていくなど、円滑な施行に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。それから2点目の協力しない事業者が いた場合にどうするかということでございますけれども、現在の制度のもとにおきまして、大手の事業者から中小事業者まで、裁判所を通じた開示のプロセスに従っているものと認識をしております。改正法のもとにおきましても、こうした点に変わりはないと考えておりますが、海外系プロバイダーも含めまして、主要なコンテンツプロバイダーとアクセスプロバイダーの協力を得た上えで、両者の連携体制を構築したり、ノウハウの共有の推進、 こういった取り組みが有用と考えておりまして、総務省としてはこういったことを具体的に進めることで、被害者救済につなげてまいりたいと考えております。それから3点目の、命令に従わなかった場合の罰則でございますけれども、改正法案におきましては、 開示命令にもっとも、プロバイダーが確定した開示命令に従わないときには、開示命令の内容を実現するために、被害者は民事執行法に基づく強制執行を裁判所に申し立てることができます、はい、小林夫君、はいえー、現行手続きでは時間がかかることから泣きに、ね、泣き寝入りをしていた被害者も多くいるんじゃないかと思います。うん 本改正案により、権利侵害の回復がより速やかに行われるようになることから、手続きの件数が増加すると、私、想定いたします。そこで、手続き件数が増加することで、裁判所の業務も増加すると考え,考えられますが、裁判所との連携調整はどのようになっているのか、また、被害者が発信者情報開示命令の申し立てをする裁判所は、簡易裁判所なのか、地方裁判所なのか。 おお聞きいいたたししまますす竹内長答え本改正によりまして、現行よりも簡易迅速な裁判手続きが導入されるという面と、手続きの件数が増加する可能性がある。 いう面の両面が考えられますので、全体として裁判にかかる業務量がどうなるか、期間がどうなるか、現時点で正確に見通すことは困難ということはご理解いただきたいと思います。まあ、いずれにしましてもあの、こういった本法案の策定に向けた作業、それから今後、実施に向けたさまざまな作業につきましては、法務省、最高裁判所からもですねご協力、ご支援をいただき、進めてまいりましたし、今後もしっかり連携して対応してまいりたいと考えております。 えとそれから、えー、申し立てをする裁判所につきましては、地方裁判所でございます、これは改正法の第10条で規定してございます。本改正案では、えー、これはあの簡易裁判所に申し立てできる制度とはしておりませんが、これは取り扱う事案が表現の自由に関わるものであり、専,用専門性を必要とするということから、地方裁判所で扱うこととしたものでございます。 小林夫君、はい、法案の条文について何点か確認をいたします。本改正案第5条第1項に、当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって、当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるときと、このように規定されておりますけれども、権利侵害が明らかとはどのような場合をいうのか、具体的に示していただきたい。 竹内局長お答えいたします権利侵害が明白であるとされた裁判例としては、例えば、電子掲示板に無断で氏名および自宅住所が書き込まれたものや、権利者に無断で楽曲を複製して、誰でもダウンロードできる状態にしたものがございます小林正夫君。 第5条第1項では、特定電気通信による情報の流通によって、事故の権利を侵害されたとする者と規定されておりますけれども、誹謗中傷などは個々人により捉え方が異なると、このように思います。本人にとっては権利侵害されたと思っても、他者から見たら、権利侵害ではないと思われた場合には、本人の意思を尊重する仕組みとなっているのか。 それとも裁判所による判断になるのか、お聞きいたします竹内局長。はい、被害者から裁判外での開示請求がなされた場合には、請求を受けたプロバイダーにおきまして、権利侵害があったかどうかの判断が行われます。プロバイダーにおいて、開示の判断を行うのが困難な場合、一般に被害者は裁判上の開示の請求を行うこととなりますが、この場合、権利の侵害があったかどうかは、法律専門家である裁判官による、 厳正かつ公正な審理を経て裁判裁判所において判断されることとなります。えこのように被害者の意思のみに基づいて開示の判断がなされる仕組みとはなっておりません。小林正夫君、はい。え次の質問です。SNS 等で誹謗中傷されている方自身は SNS を利用しておらず権利侵害に気づいていないときに。 例えば親族だとか友人等が誹謗中傷に気づいた場合において、親族、友人等が開示請求することは可能なんでしょうか、本人からの同意や委任がなければできないんでしょうか、確認いたします竹内局長、はい。プロバイダー責任制限法では、権利侵害が明白であるなど、一定の要件の下で、プロバイダー等に対して、発信者の特定に資する情報の開示を請求できる権利を被害者に付与したものでございます。しいまして 友人等の被害者でないもっとも被害者でないものが者が親権者であるなど法理、法令により裁判上の行為をすることができる場合や、弁護士資格を有する場合であれば、被害者本人の意向に基づいて、被害者の代理人として、開示の請求を行うことは可能でございます小林正夫君、はい。次の質問です インターネットや SNS は全世界で普及しています各国でも同様に誹謗中傷の問題が発生していると、まあ、このように私、受け止めておりますけれども、各国の法整備の状況はどのようになっているのか、また憲法における表現の自由などの関係で違いはあると理解をしておりますけれども、本改正案は他国と比較して厳しいものなんでしょうか、いかがでしょうか。竹内局長 例えば、米国におきましては、被告の氏名を明らかにしないまま訴訟を提起し、その審議の前に行われる証拠収集手続きにおいて、被害者が裁判官の許可を得た上えで、文書提出命令を発行し、プロバイダー等の第三者に情報開示を求めることができるとされます。また、英国では、匿名の発信者を特定する必要がある場合に、判例法上、裁判所から第三者に対する情報開示命令を取得することができるとされております。 ドイツでは一定の違法情報による侵害を受けた場合、裁判所の命令に基づき、第三者に情報の開示を求めることができるとされております。このように、我が国と他国では、法制度の違いもあり、一概に比較することは困難でありますけれども、各国とも裁判所の関与の下、匿名の発信者に関する情報を開示さ,れさせる仕組みがあるものと承知しております小林正夫君。 はい、最近、本当に誹謗中傷など書き込まれることが多いものですから、ぜひ、世界の状況も見極めながら、しっかりしたそういうような対応、対応策が必要だと、まあ、このように思います。そしてあの、本改正案の施行の時期について、先ほど吉川委員、あるいは片山委員からも質問がありました。で交付の日から起算して1年 6月を超えない範囲において改正すると、あっ、えー、政令で定めると、まあ、こうしておりますけれども、あの総務省としてはいつ頃を目途にするんでしょうか、先ほど、いろんな関係箇所と調整をするので、1年6月ぐらいの期間を取ったと、まあ、このように答弁をされましたけれども、総務省としてはいつ頃施行するというふうにしたいと考えているのか、あぜひ教えてください。竹内局長 はい、先ほどご答弁申し上げましたように、さまざまな作業、あるいは周知、えー、期間を取る必要があるということから、えー、交付の日から起算して1年6月以内で、政令で定める日に施行するとしてございます。えーまあ、私どもととしてははですね迅速なな被害救済につなげるという観点からは より早期の施工が望ましいとも考えております。まあ、いずれにしても必要な作業ございますので、関係機関とも調整をし、具体的な施工技術を検討してまいりたいと考えております。あの法務省、最高裁判所ともよく調整をして作業を速やかに進めてまいりたいと考えております。小林正夫君、はい、大臣にお聞きいたします。 2019年5月に発表された総務省の通信利用動向調査、これによると、13歳から19歳のスマートフォン、携帯電話所有者が、所有数が2018年度で87.4%、こういうことが報告をされました、3年前でこの数字であることから、現在ではもっと所有数が増加していると、このように思います。 そして中学、高校生など、若い人に対して、SNS 利用法や誹謗中傷に関する研修会や勉強会などの啓発活動は不可欠、まあ、このように思いますけれども、大臣のご所見をお聞きいた、うん、武田総務大臣。委員ご指摘のとおり、今や中学生、高校生など、若い世代の約9割がスマートフォンや携帯電話を所有している状況であります。青少年の情報をもらう や ICT リテラシーの向上というものが重要となってまいりますえ特に近年インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることから総務省では昨年9月に政策パッケージを取りまとめこれに基づき学校における出前講座などを通じた啓発活動を強化をしておりますこうした青少年に対する啓発活動の取り組みを今後ともしっかりと進めてまいります小林正夫君 はい参考人にお聞きします、今、大臣の方からおおむねこういうことをやっていきたいと、まあ、こういう答弁がありましたけれども、もう少し具体的にどのような啓発活動に取り組んでいくのか、お聞きをいたします竹内局長。はい まずはあの e ーネットキャラバン、あの全国の小中学校などにですね、実際にあの関係者が出向いてインターネットを利用する際の注意事項などについても呼びかけあの必要な情報提供を行っておりますが、そういう中でトラブル事例集として、えー、まあ教本も作って周知を行っております。その中にこの誹謗中傷問題の対策についてもですね、あの現在テキストを追加して実施をしておりますし、さまざまな。 それらの私のホームページを使ったり、あるいはその法務省の人権擁護局と共同でですね特設サイトを立ち上げまして、一般の方々が書き込んで、不用意に書き込んで被害者にならない、で仮に不幸にして、もう被害者になってしまった場合には、どこに相談すればいいのか、削除要請はどこにどのようにお願いすればいいのか、こういったことを分かりやすい形で情報提供もしっかり進めてまいりたいと考えております。 小林正夫君、まあこれからの時代は高速通信時代にも入るし、まあ若い人もこういうスマートフォンなどを利用した保射社会になっていくと思います。で、私の周りでも特に中学生ぐらいになったお子さんがいる親からスマートフォンを持たせたらいいのかどうか、親としては相当悩むと。その悩みは先ほどおっしゃったようにいろんな心配があるからだ。まあこういうことが言われて。 その中学生になったらスマートフォンを買い与えるかどうかまあ悩んでいるという、こういうことをよく聞きます。ぜひ、啓発活動をしっかりして、間違えて使われるようなことがないように、また安心して使われるようにすることが、やはり政府としても大事な役割じゃないかと思います。ぜひその方向で進めていただくことをお願いをして、私の質問は終わります。ありがとうございました